プーマ戦闘工兵車は、イスラエル国防軍によって開発、運用されている戦闘工兵車、走行工兵車である。1982年の第一次レバノン侵攻の後、レバノン南部でのパトロール活動において、PLO やその他の民兵勢力の使用する携帯式対戦車ミサイルや RPG-7 に対し、 M113、M ゼルダ走行兵員輸送車の防御力が十分でないことが判明した。イスラエル軍は M113 にトーガーアーマーと呼ばれるパンチングメタル状の後半を中空走行として装着する回収と行うと同時にイギリス製のセンチュリオンを回収したショットカル戦車の車体をベースにした重装甲兵員輸送車としてナグマショットを開発しレバノン南部に投入した。 ナグマショットの防御力の高さは実戦で明らかとなり、この車両は戦場で活動を行う戦闘公平部隊でも使用されるようになった。ナグマショットの大柄な車体による豊富な積載量と十分な防御力は、それまで M113、ゼルダや M3 ハーフトラックを運用していた戦闘公平部隊にとっても魅力的なものであった。ナグマショットが 戦闘公平部隊で運用されるようになったことで、公平隊の作業効率は高まった。例えば、M113 には装着不可能であった大型の地雷処理ローラーも、ナグマショットには装着可能であった。ナグマショット導入以前は、地雷処理任務の際には、機構部隊から戦車を借りることが必要だったのである。ナグマショットは、M113 を運用していた。 戦闘公平部隊の様々な任務で広く使用されるようになっていったが、もともとは装甲兵員輸送車として設計されていることもあって、戦闘公平部隊にとっては必ずしも完璧ではなかった。こういった経緯からイスラエル軍公平部隊はイスラエル軍司令部に対してセンチュリオンの車体をベースに新規に専用開発した戦闘公平車の要求を提出した。 この要求はすぐには承認されなかったが、後部ドアを持たない、ナグマショットの走行兵員輸送車としての運用には限界があると判断され、T-54?T-55 の車体をベースに開発されたアジザリットが、ナグマショットの後継車種として開発されたことなどから、ナグマショットに転用するはずだったショットカル戦車の車体が余剰化する事態も想像されるようになり、 ショットカルの車体をベースにした戦闘工兵車の開発が始められることとなった。こうして開発された戦闘工兵車はプーマと名付けられた。プーマ戦闘工兵車は1991年に実戦配備された。プーマの名称はヘブライ語でエンジニアリング・ワブスタケル・ブリチャイング・ビヒクルを意味するポーラッツ・ミハショ・ウリム・ハンダ製の頭文字をつなげたアクロニムとなっている。 プーマの構造は、ナグマショットと似ており、砲筒を撤去したショットカルの車体に固定式走行キャビンを装着している。走行キャビンはナグマショットに比べて、かなり低く抑えられ、また天面はフラットなものになっている。また当然ながら、ナグマショットと同様に、地雷処理ローラーや、ドーザーブレードなどの装着が可能である。また、牽引式の地雷原型解説備であるトセファなど、 各種公平用トレーラーを牽引しての運用が可能である。プーマ戦闘公平車の特徴として、車体そのものはセンチュリオンを使用しているが、サスペンションはメルカバマーク1、2と同じタイプの新型のホルストマンサスペンションに変更されている点が挙げられる。そもそもメルカバマーク1及び改良型のマーク2は、車体構造についてはセンチュリオンを参考にして、 設計されていたため、メルカバ用のサスペンションのセンチュリオン車体への装着も、それほど困難ではなかったのである。この新型サスペンション採用により、例えば、ゴラン高原のような岩場でも、従来のナグマショットより、素早くまた確実に移動することが可能となった。一方で、天輪、軌道輪、誘導輪、離体は、ショットカルのものを継続して使用している。中には、 交換や修理により、メルカバ用の天輪を装着している車両も見られる。エンジンは、ショットカルやナグマショットと同じ、コンチネンタル製アベズ -1790 から2、A ディーゼルエンジンを搭載している。後に回収を受けた車両では、メルカバマーク1、2と同じ、出力900馬力のコンチネンタル製アベズ -1790 から 6A に換装されている。 装甲兵委員室は複合装甲素材により構成され、側面部分には追加で爆発反応装甲を装着することも可能である。また、マガフ戦車に見られるような分割式のサイドスカートが装着されている。武装としては4丁の FN マグ 7.62mm 基準を装備し、うち1丁はラファエルによって開発された RWS である。 ラファエルオスに搭載されている。また、メルカバに装備されているものと同じソルタム製の 60mm 迫撃砲も標準装備されている。少数のプーマ戦闘後兵車が車体後部に大型クレーンを装着し、前方の兵員室を大型化するなどした装甲回収者型に回収されている。この装甲回収者はプーマラムと呼ばれている。ありがとうございます。